はいみなさんこんにちは、えー、それでは世界が認める cfp 資格を目指そうということで2023年6月試験向け cfp のガイダンスを始めます、えー、担当はレック専任講師伊藤ですよろしくお願い致します <coughs>、えー、これから6月の cfp の試験に向けてですね えー、受験を考えている方にまず試験の概要であったりとかそれから勉強の方法、まあ、いろんなことをお話ししていきたいと思,い、ま、思っております、えー、資料もありますのでですね、えー、適宜資料の方も使いながら、えー、この情報をですねお伝えしていきたいと思いますが、えー、まず最初にですね、えー、今このガイダンス、えー、例えばパソコンタブレットスマホなどですね、えー、手元でウェブで見ていただいている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。 その見ていただいている時期がですね。今いつなんでしょうね。あの、6月の試験ですから、まだ試験までの期間がですね。十分にあるという方と、それからもう試験の時期が徐々に近づいてきているという方、これその時期によってもですね。大きく考え方は変わってくると思います。まあ、最もですね。試験の時期までがまだあるという方は？ あるいは今回は CFP の試験の受験は今やめておこうか、まあ、こんなことをですね考えている段階の方も中にはいらっしゃるかもしれないですね。の FP のこの資格試験については何らかの形で、えー、順番に進めてきて例えば2級の FP は合格をしているとじゃあその次に進むのかあるいはもう FP は2級までで十分かと、まあ、こう考えている方も中にはいらっしゃると思います。 あのそれぞれやはり資格目的を持って取っていくことが大切だと思いますので例えばですね実務としてのこの FP これを目指すということになればやはり上級資格であるこの CFP 是非これを目指していただきたいんですね。で一方で他の資格を持っていたりとかあるいは今の仕事と、まあ、直接ですね関係性があまり薄いということになれば まあ、この二級の合格をしたということで、まあ半ば十分かなというふうに思っている方もいると思います。しかし、この F. P. の試験というのはですね、三級から始まったわけですね。で、三級、二級とこう上がってきて。F. P. といえば、やはり、もうその資格は一つというふうに、ちょっと極論考えてしまってもいいかもしれません。つまり、上級資格を持ってこそ、それが真の F. P. であるということが言えればですね。まず、ここまで進んできた、この流れ。 これをもう一歩進めていただいて、CFP の認定者になるというところにですね、えー、続けていっていただきたいと思います。つまり CFP の受験ですね、これに備えてこれから準備をぜひしていっていただきたいと思うんですね。この CFP のですね、上級資格というのは技能士資格であれば一級 FP 技能士があります。もう一方にこの CFP という上級資格があるんですね。 まあこの CFP とそれから e q FP との違いということもこの後資料の中などでも少しお話をしていきたいと思いますがまあ今回はこの FP のと CFP のということになりましたのでまあその試験対策などもですね含めながら進めていきたいと思うんですが今試験ままでどれぐらいいいの時間があるかかとととうこをを最初にに皆さんにちょっと問いかけをしました今度2つ目の皆さんへの問いかけとしてはですね 2級までの試験合格そこから今どれだけ時間が経っているかどうかこれによってもやはり試験対策勉強方法が変わってくると思います2級の試験を例えば2023年の1月ここで2級の試験を受験し合格を目指しそして2023年の3月に 2, 2級の試験の合格を得たで。そのまますぐ続けて この6月の試験で CFP 受験しようという方、もうこれはまさしく今覚えていることがそのままもうホットな状態ですぐ試験対策に臨むことができるわけですね。一番その時間的に流れを短く考えれば、23年の1月の2級試験合格から6月の CFP 試験を目指すと、まあ、こういう流れだと思います。一方で2級の合格というのがもうずいぶん前だったと、 何年間か空いてしまったという方ももしかするといるかもしれないですねでそういうもし間が空いてしまったという方にとっては今このまだ試験までの時間が6月までの時間が十分にあるということであればまずは二級までのその復習これに時間を使っていただきたいんですねもちろん最終的には cfp の試験合格のための準備これに進んでいかなくてはいけないんですがその 土台基礎を固めるためには2級の勉強であった,なあった内容ここをもう一度整理しておくととといいうことも大切になると思います3級から1級あるいは CFP という進むにあたっていずれも FP の試験であるわけですから突然ここで全く違う内容で試験が行われるわけではありません。 級級や2級で覚えたことそれを基礎という形にしてその基礎の上にこれから勉強するということを積み上げていっていただきたいんですねであればこの2級までの内容ということが少し不十分だなと忘れてしまったなということがあればそこは基礎になるわけですからそこをしっかり固めてから CFP の学習へ進めていくということも考えていっていただくと良いと思います。 資料の方に移ってまずはその資格の制度について一点目見ていきたいと思いますねまずこの資料の一ページ目のところにですね資格制度についての一覧表がありますここを見ていきましょう CFP を受験するにあたってまず必要になってくることを挙げていきたいと思うんですが CFP の試験の受験の要件というものが決まっているんですねそれはここにもあるように AFP の認定者であるということ、これが CFP 受験するためには必要になってきます。先ほど二級に合格してからまだ間がない、あるいはずいぶん時間が経ったいろいろな方がいるのではないかと言いましたけれども、この AFP の認定者でなるためであるためには試験は二級 FP 技能士の試験に合格をしているということが必要だと思います。この二級の FP の試験というのはこれは三級合格者であったり、あるいは 実務経験があれば二級の試験の受験をするということがあったわけですがもう一つこの二級の試験を受験するにあたっては認定研修の終了ということも二級の受験要件にあったんですねこの認定研修の終了したことによって二級合格した方は AFP であるとこういうことになったと思いますこれがまさしく認定者ということなんですねつまり試験は二級試験の合格 もう1つは認定研修の終了この2つはどちらが先になっていても構わないんですけれどもこののつが揃ってて初め afp 認定者であるというこことになるんですこうして AFP の認定者になったこれが CFP 試験の受験の要件であるということになりますから仮にまだ AFP の認定者になっていないという方はですねこのまず CFP の学習を始めるということと同時に AFP の認定者になるための手順これを進めていかなければいけないところだと思いますこの AFP の認定者になるためにはそして6月の CFP の試験を受験するためにはいつまでに AFP 認定者としての手続きをしておけばよいのかということもすでにスケジュール決まっているんですね これは資料では次のページに試験のスケジュールなどがありますからそこで再度お話をしていきたいと思いますがまずこの最初の表の中では AFP の認定者が CFP 試験の受験要件を満たしているということをこれを一点掴んでいただきたいと思います。そして今度は CFP の認定者になった上でということでこの資格の更新についてここもちょっと見ておきましょう。 この資格の更新というのは AFP の認定者も同様なんですが2年ごとの更新が必要とあります CFP や AFP の認定者というものはその資格を保有するにおいてですね常に更新をするということが必要なんですまあ、これは試験に合格した後も新しい情報を十分に得てそして FP 実務をよりきめ細かく進めていくためには更新制度というものを設けているんですね これは2年ごとの更新、具体的には何を行っていくかというと、単位の取得、これが必要になるんです。継続教育単位を取得するということになるんですが、この AFP であれば2年の間に15単位取得するということになります。これはすでに AFP 認定者になっている方であれば、この単位取得をすでに始めているという方もいるとは思いますね。 そして cfp の認定者になると今度は資格更新のための単位数は30これが必要になってくるんです2年間に30単位継続教育単位を取ることによって次の cfp 認定者になるための資格更新をすることができるということですねこの cfp と afp という日本 fp 協会が認定をしている民間資格というのはこのように よりきめ細かくそして信頼性の高い FP であるということをはっきりさせていくためにこの資格更新ということも必要になってくることも含めて覚えていただきたいと思います一方でこの表の中では右寄りの方にまとまっているんですが国家資格であるこの技能士資格これについては特に資格の更新はありません仮に上級資格である一級の FP 試験を受験するということになれば 2級に合格しているあるいは実務経験を一定の期間持っているということによってその上級資格の1級これを受験することができるとこういう流れになっていきますね。次にここのの下のところです今度ライセンスについてそれから現状の会員数の数についてなど書いてあります。 会員の数についてちょっと触れておきたいと思いますが現在日本のですね CFP の認定者というのはおよそ2万万人人弱、まあ、2万4千人余りとといいうことになっていますね年々着実に増えてきている中でこの CFP 認定者というのはやはり全体のこの AFP 含めた認定者の中での非常にわずかな人数ですから。 ある意味実務を行うにあたってはこの CFP 認定者の希少性ですねこれは非常に高いものであるということもこの人数からも見ていただけると思います。そして FP 全体で考えると FP 技能士資格を持っているもの全体で考えるとですね1級から3級ですでに200万人程度ということになりますから技能士資格の方々含めれば FP としての人数は非常に多くの人数です。 その中で AFP であり CFP でありというこの認定者信頼性の高いものが非常に限られた中での人数として実務を行っているということになっているんですね。この CFP のライセンスというものは国際ライセンスというふうにも呼ばれているんですが最もこの CFP 認定者が多いのはやはりアメリカ。アメリカではこの全体の CFP の人数のうち約20万人が認、えー アメリカの中でえ世界全体の20万人のうち約9万人がアメリカでの CFP のの認定者とといいうことになっていますアメリカの9万人が世界の中で最も多いその CFP でありさらに日本や中国の人数がそれに次ぐという流れになってきていますね。今度は資料の2ページここを使って今度は試験の制度について見ていきたいと思います。 特に6月の試験の受験をするにあたっては試験日だけではなくて例えば出願の期間そして今お話をした AFP の認定者になるための登録の期間このあたりもすでに決まってきていますからそのあたり漏らすことなくですねまあ、この機会にぜひ掴んでいっていただきたいと思います2ページの方の資料に移っていきましょう <laughs> まず1番目のところ試験の概要というところがあります まず第1日目第2日目と分かれていますが CFP 試験の概要について全体像からお話していきたいと思いますけれどもこのようにですね科目別に試験を行うこういうこい仕組みなんです今までの2級の試験や3級の試験がそれは学科試験と実技試験という大きな区分けであったのに対して CFP の試験というのは FP 試験の中で唯一科目別に試験を行うことになっているんです。そのの科目というのは 今までも学習をしてきた6つの科目金融不動産ライフという形で科目別に分かれているということですねでこの6つの科目を2日間に分けて試験を行うということになっているんですその試験日6月は11日それから18日となっていますね日曜日2週連続でこの CFP の試験が行われるということになります この6月それから年間2回の試験ですからもう一つは11月の試験ということになるんですが第1日目には金融と不動産とライフ第2日目にはリスクとタックスと相続この順番というのはこれは従来から変わっていることはありませんので、まあ、今回もこの同じように順番としては試験が行われるということになりますね。そしててて表ののの中にに書いいいいある情報を先に見ていきたいと思いますすが1科目の試験の時間は120分です 金融の試験が2時間、ライフの試験が2時間とこういうことになっていきますね。そしてその試験についてはすべて4択の方式です。4択、つまり回答用紙はマークシートの形式でこれを回答していくということになります。この4択の問題が全部で50問です。出題数は50問。ですから50問の問題を120分という試験時間の中で回答していくとこのようになっていっているわけですね。 ではスケジュールの内容について少し見ておきたいと思いますがこの上のところにちょっと余白を書き込んでおきたいと思いますこの6月11日18日この6月の試験を受験するにあたってまず出出願願でですすすね試験ののの時期といいうのはに決ままっていますそれは4月の5日から5月の2日この間に CFP6 月試験の出願をするということになっているんですね。 でこれはインターネットを使っての出願ですから仮に書面を使っての出願ということになるとこれは期限は4月の18日までということになってますのでインターネットでのネットでの出願でない限り5月2日までではないですからここは注意をしておいていただきたいと思います。こここここのの願願ををすすするるとととれににによっっててて初めめ受験いいうことにつなががくわけなんですがでははた やはり AFP 認定者になっていなければならないというのがありましたその AFP の認定者になるためその FP 協会、日本 FP 協会への登録の期限というものが同じように決まっているんですがそれは4月の20日までということになっているんですということは4月20日までに AFP の登録申請をしその後 AFP の認定者になってすぐ CFP の受験申請をして 5月2日までに出願をすれば6月の試験の受験をすることができるまあこれが最もギリギリのまあ流れというふうに言ってもいいですねこの4月2日からさらに遡ることを考えれば例えば2023年の1月22日に二級の FP の試験が行われますこの1月22日の二級の FP の実技試験を受験しそして合格 でさらには AFP の登録というところから進めていくと、この4月2日までであり、あるいは5月,5月2日まででありというこの流れの中で、6月の試験の受験をすることができる、このようにつながっていくと思います。このスケジュールと同時に、やはりもう一つ大切になってくるのが、今度は科目別の受験ができるというものですから、どの科目の受験をするかということを決めていかなければいけないですね。 もうすでに今このガイダンスを見ていただいている時期がこの出願期間に入ってきているという方にとってはもう出願が終わっているという方もいるかもしれませんつまりどの科目を受けるかもう決めたとあるいは申し込んだということただこれ以前ということになればまだどの科目を受験するか決まっていないあるいは決めていないという方もいるかもしれないですよね。でその時のじゃあ科目選択の内容について少しお話をしていきたいと思います。 このようにスケジュールは決まっているわけですからこのスケジュールの中でどの科目にするかということですがまず一つ目じゃあどの科目の受験をしようかと考えた時にですねこれは資料の中には具体的にないところですけれどもまずは得意な科目こここから受験をを始めてていいくということうう考えてみましょうもちろん CFP の試験が今回初めての受験であるという前提です。すでに科目受験をして 合格をしている科目があればさらにその次の科目へ進むということにはなりますけれどもまず六科目まず初めて受験をするということになればじゃあどれをどの科目を受験しようかと考えたときには得意な科目これを優先順位高く見ていただきたいんですねその得意な科目が何であるかこれはおそらく二級までの試験の学習をしているあるいは二級の受験をしたときにどうしても得意 あるいは苦手ということが出てしまったかもしれませんそこで得意であると思えた科目についてまず初めての受験の中で選択していくようにしましょう得意な科目というのはやはりその身についていく度合いも早いかもしれません結果的には合格できるということにつながっていくわけですから6つ科目がある中で得意な科目を選択するということを一番に考えてみるんですねで、ただ得意のその逆という意味で苦手 まあ、あまり苦手意識持たないということも必要かもしれません。あの、何か根拠があるわけではないと思えば。決して苦手な科目があるんだということを意識せずにしておくということも。やはり。すべての科目の受験合格をしなければいけないので。得意の反対の苦手をあまり意識しすぎないということも大切かもしれないと思います。そして、二つ目のその科目選択の理由として挙げられるのは。日々の実務とのつながり。 これを考えていただきたいんですね例えば仕事で保険の仕事をしている不動産の仕事をしているということになればやはりこの中でリスクと保険であったり不動産を優先的に受験するということも出てくると思います日頃の実務の中で関係性の深いものこれを科目選択の2番目の理由付けと考えてもいいですね 実務の中にはそのように企業などに勤めていてということもありますしあるいは他の資格をを持っってて実務を行いいいるるという方もいるかもかしれません例えば法律系の資格を持っているあるいは税務系の資格を持っているということになればそれは相続であったりタックスであったりあるいはライフであったり、まあ、この辺りをその日々の保有している資格との関連の中から優先して受験するということも選択の理由になっていくと思います。 そしてもう一つ考えておいていただきたいのはその試験の日その日のスケジュールをですね十分に考えてその日の状況を描いて科目選択ををし勉強を始めるとということが大切なんですね例えば自分の得意な科目が金融と不動産だということになったとしてもこれは第1日目の1科目目と2科目目連続して受験をするということになります。ここの連続して受験をすることが 当日の試験、受験するという中で、果たして体力的には大丈夫であろうだろうかとか。こういうことも考えて、科目選択をするということも必要になってくるんですね。例えば、二科目受験をするということを考えれば。第一日目の中で一つ、第二日目の中で一つ。このようにして、一日一科目だけの受験をして。そして、今回の六月試験では、二科目の合格を目指すということも方法としては出てくると思います。 6科目をまとめて1回の試験で受験するということももちろん可能ですけれども6科目の受験というのは1日3科目、この 1, 1科目目については試験日の9時30分から1科目目が始まりまます。9時30分から1科目目が始まってそして2時間の試験を3科目繰り返していくわけですから間に1時間の休憩時間はありますけれども3科目目が終了するのは夕方の5時半ということになるんですね。 9時半から5時半、2時間ずつ3科目のその回答を繰り返すというのが、果たして体力的に準備できるだろうかということも考えて、科目数、あるいは科目選択、これを考えていただくと良いと思います。この科目選択というのが、科目受験のできる CFP 試験、これを非常に有効に考えて、そしてどの科目を選ぶか、得意な科目はどれか、日々の仕事とのつながりはどこにあるかということから選ぶ、 これが割と合格に対する直結した方法ということにもなるんですねでは今度はいくつ受験するか何科目受験するかということですやはり同じように6科目をこれから初めて受験をするという前提でお話をしていきたいと思いますがその下のところに合格率が書いてある一覧があります この合格率の一覧を見ていきますと過去2回の試験についてこのように合格率と合格基準発表されているデータなんですね。もちろんこのあと2022年の11月の試験の合格率や合格基準というものも2022年の末には発表されてきますからその辺りも是非情報収集をしていただきたいと思うんですがここに載ってきている合格率などを見ていきますとまず合格率についてはおよそ毎回 各科目ごとに30%台の後半というふうにおしなべて言えると思います。中には40%を超えている合格率のところもありましたけれども、まあ、平均するとほぼ35%から38%ぐらい、つまり合格者の中の約30数のものが合格できる、このような試験になっていますね。そしてもう一つが合格の基準というところです。 この合格の基準というのはこれは問題の数を表しているんですけれども例えば金融のと,こ,ろに28とありますこれは50問の問題が出題されたこの試験の中で28問以上正解すると合格であったというのがこの合格基準の数値なんですね。科目ごとにこの合格基準が異なっていきますしもちろんその試験の時期によってもこの合格基準というのはそれぞれ異なっています。 必ずしも共通性があるとは言い切れないんですが金融の合格基準というのは比較的30よりも下回った数値ということになりますね割合で考えれば50問に対して27、8ということは仮に正解が6割になってなかったとしてもこの金融については合格ができたこういうことが言えると思います一方で30を超えた数字のところを見ていきたいと思いますが例えば タッククススののののの33 33ででああったりとととととかかそれから去年の11月こころろいきますとリにうがります33ということは今度は6割正解ができたとしても合格ができなかったということになるわけですからやはり合格の基準というのが一定でない以上ある程度ここに載っている基準の数値を上回るような形で準備をしていかなければいけないと思います。 そして先ほど少し触れましたでは何科目を選択するかというところですけれどもこれもこの過去2回の中の受験者の数これとそれぞれの科目別の受験者数ということを見ていきたいんですが科目別の受験者例えば金融が何人であったか不動産が何人であったかというところを見ますとおよそ各科目3000 3500人人から人の間なんですね例えば金融の受験者が3,600人であった。 不動産の受験者は2700人であったこのように繰り返されて例えばリスクも3500人であったとこういう形で受験者数が6月の試験にはありましたただその6月試験全体を見ますと総受験者数は約1万2500人なんですねということは1万2500人の総受験者があるでそれがその1万2500人が いずれかの科目を選択して各科目が約三千人余りだということになると、単純な平均をすると一人の受験者が一科目から二科目この範囲で受験をしているのではないかということが言えるんですね。もちろんそれはすべての一万二千人余りの人が初めての受験ではありません。残りあと一科目になっている人も残りあと二科目になっている人も含めて総受験者数一万二千ですから必ずしも 単純な平均はできないですけれどもここで言えることは2科目程度受受験験すするるとととといいいううここが初めてての受験者でででもより多くなななっはかんですね上のスケジュール表にもある通り第1日目で1科目第2日目で1科目このようにして今回の6月の試験では2科目を選択をしてそして受験をするこういう計画を立てるということが過去の実績の中でも多くなっているようなんです。 そして2科目の受験をするということはその後次の11月の試験ここでまた2科目さらには年の6月のの月試験で残りの2科目このようにして、まあ、今から考えると約1年余りの期間の中で CFP の6科目の合格を目指すということを計画立てていくこれが最もスタンダードな流れというふうに言ってもいいと思います。 この2科目をスタンダードであるということに対してですね、同じようにこのそれぞれの試験機で6科目のすべてを受験したという人が何人いたか、これも明らかになっているんですね。この2022年の6月の試験考えればですね、この中で6科目すべて受験した人はわずかに199人なんです。全体で1万2千人余りが受験者がある中で、 6月の試験で6科目全てに出願した人は、まあ、200人はと言ってもいいです非常にわずかなな人数なんですねもちろん6科目を出願し6科目がその試験の回で全て合格すれば1回の CFP 試験でもう合格者であるということにはなります。じゃあこの199人の6科目を出願した人が何人6科目全てに合格をしたかということになるとこれは15人であったと。 いうことがデータとして出ているんですねつまり199人受験した中でもさらに15人だけがこの6科目の一括合格ができたということなんです割合をパーセントを表すまでもなく非常にわずかな まずは六科目の受験そして六科目の合格だということにもなっているようですからこのあたりのデータから見てもやはり一定の時間をかけてそして着実にこの六科目の合格を目指すということがより良くなっていくのではないですかねそして科目受験ができることさらには合格した科目というのは期限をなくその合格を持ち続けることができます例えば数年経ってから六科目目が合格したということであっても 過去に合格した科目については常に保有することができるわけですから何年かかってもこの科目合格そして科目選択をしていくということをよりよく考えて科目の出願するということを望んでいただきたいところですねこの下のところには今度は1級 FP との関係というところが少し出てきています上級資格には技能士資格として1級試験というものがあるということも最初に少しお話をしました この表の表中の右側の下のところを見てみたいんですがこここに一級の FP 技能士とというところがあります下の段を進んでいくような流れのところで一級 FP 技能士というところに合格者としていくわけですけれども仮に上の段 CFP の試験を受ける流れで進んでいったきにですねここに一級の学科試験ということと一級の実技の試験ということと大きく2つの枠があります。 でこの中で、この下にも言葉として書かれているんですが、6科目に合格した、CFP6 科目に合格したものについては、1級の学科試験が免除となるんですね。つまりこの矢印、この CFP の審査試験から、矢印は実技の試験のところに矢印が向かっていると思うんです。これは学科試験のところを通らずとも、実技試験に合格をすれば、 一級 FP 技能士になるという流れなんですねこれ矢印は逆の向きはありませんので仮に一級の学科実技に合格したからと言っても CFP の認定者になるという方法はありません CFP の認定者になるためにはこれはもうルートは一つ AFP の認定者から CFP の試験に進むという方法なんですそれに対して一級の技能士資格を得たいということを考えれば CFP の6科目に合格をした後に1級の実技試験のみ合格をして学科免除になってそして1級の技能士になるまあ、こういう FP としての上級資格の保有のルートというものがありますこれも一つの方法と考えてそして1級の受験をするかあるいは CFP の受験をするかというところの選択でもし考えている方がいればやはり科目合格をしていくことのできる CFP の試験から 一級の方へ進んでいくということも考えてもいいのではないかと思いますね次に資料のところでは三ページのところに行きますとその科目ごとのその相互関係というものが出てきていますもちろんこの科目の効果的な学習法相互関係というところどの科目と組み合わせてもこれは常に相互関係としては良いものと言ってもいいですね それは結論としてはやはり全て CFP としての合格者になるためですから科目ごととに関連性がないというもものはもちろんん。ありませんただその科目によってはやはり重複項目が多くなってくるケースがありますからもし科目選択に迷えばその重複項目が多いところここを2つあるいは3つということで組み合わせていく方法もありますね。例えば、 タックスプランニンニグ税金の関連の勉強を最初にするということになればその税金の内容というのはこれは金融であってもライフであっても金融商品であってもあるいは社会保険であってもそしてリスクと保険に出てくる生命保険や損害保険であっても税金の関係ということは必ず出題があります。ですからタックスを最初に選択する科目とした上でその関連性が他の科目にどうかといえばどの科目との 相互関係ということもより良いということになると思いますね一方でリスクと保険を選択すればそこには相続対策なども関係してくるわけですからリスクと保険と相続を組み合わせるまあ、こんな方法も一つとしては挙げられると思いますそんなことが3ページのところには表になっていますからその表の中身ちょっと簡単に見ておきたいと思いますがこの相互関係学習方法を効果的に進めていただきたいというところですね そしてその下のところへ進めていきましょう今度はテクニックとノウハウということで勉強方法の方に移っていきたいと思いますまず勉強方法の中の1点目ここは先ほど合格のその基準というところでもお話をしたように50問の問題が出題される試験の中でやはり35問これを一つの目標数値として考えておきたいんですね35問を正解するということができれば 過去のこの基準というデータを遡っても、合格ラインは確実に取れているということなんです。35問正解できたけれども、合格できなかったというのは過去、そしてどの科目にもなかったようですね。であればここにもあるように安全ラインということを35と考えて、まあ、全体の7割正解できるようにこれから準備をしていくということが必要になってくると思います。そして2点目のところなんですが、 実務関係とそれから試験の問題の内容ということのそのズレこれは注意点ですねつまりこの実務に関係性の深い科目から受験を考えていく科目選択をすることが優位であるということをすでにお話をしましたただここで実務に関係があるからあまり準備をしないまま試験問題に臨んでしまうと実際上とではあまり関わりがない内容からの出題ということも関係性があります。 ですから、ここは実務関連の科目を選択したとしても、やはり試験問題の上ではどのような形で問いになっているかということは、十分に読み込んでおく必要がありますね。そして、三点目のところ、今度は法令基準日です。六月の試験の法令基準日は、毎年一月一日。と、このように決まっているんですね。ですから、その年度、今回で言えば、二〇二〇三年度、四月。税制の改正などがあったとしても。 4月のの税制の改正につません4月に改正された内容がそのままそのすぐ直後である6月の試験で出題されるということはないわけですね。でただここもやはり気をつけていただきたい点を一つ加えておきたいと思います。 これは試験団体日本 FP 協会のホームページのこの法令基準備などのところにも同じ記載があるところなんですがそこをちょっと簡単に要約して読んでみますと試験問題に付随する時事的な問題時事的な問題ですねについては実務者として知っておくべき知識情報出題の可能性があるまあ、こんなことを記載しているんですこれは法令基準備に関わらずとこのように考えてもいいですね ですから法令規準備がどうであるかということに関係なく、やはり FP 実務家として業務を行う上では、社会的な情報は十分に得ておかなければならないということです。この FP の試験というのは、必ずしも全てが法律にのっとった形で、その問題が作られるわけではありません。例えば金融商品であったり保険商品というのは、これは民間のその法人が、 販売している商品ということになるわけですからその中でどういう商品があるかあるいはそれをもってどういう対策を個人が立てるかというところはですねやはり今後どういう流れになっていくか現在はどういうものの商品が注目されているかそんなことにもやはりアンテナを張っておかなければいけないということこれがその試験団体のホームページにも知識情報は知っておくべき知識情報は出題の可能性があるということを書いているんですね。 そして効率的な勉強の四点目のところにはやはりどのような問題が頻繁に出題されているのかということも確認していく必要があるとありますこれについてはその次に出てくるやはりこの講座の活用ということでぜひ手がけていただきたいんですねこの CFP の講座というのは大きくは三つに分かれていますインプットの講座の受験対策講座ここでインプットテキストを使った内容で進めていきます そしてアウトプットについては実践演習講座。ここは過去問題であったり、あるいは過去問題から編集した問題集を使ってアウトプットを行うという内容です。覚えた、インプットで覚えたことをいかに問題を解いて、そして正しい答えを出せるようにしていくかという流れで大きく2つの講座として進んでいくんですね。で、さらには直前の模擬試験ということになっていきます。ただここにはないですけれども、もし、 2級の合格から若干間が空いてしまったという方がその2級の復習のための準備ということになればこのインプットの受験対策講座の前の段階として CFP ののの講座座に備えるための講座というものもあります、まあ、その辺りは複数の講座がある中で今必要になっている講座がどれなのかということもですね把握していただいて進めていただくと良いと思います。 そしてこの「勉強の方法」ということに加えておきますとやはりですね日常生活の中で関連しているテーマこれにには十分にアンテテナを張っておく必要があるんですテキストに書いてあることが覚えられたということではなくてそのテキストに書いてあることが日々のそのニュースソースなどの中でどのような発信があったかこんなことを確認していくとより身近なものとして覚えやすくなっていくんですね。 ですから何らかの情報に気がついたらそれはテキストの内容と結びつけて考えてみるということも必要だと思います例えば一例としては普段税金の確定申告は自分はする必要がない立場であるとただ仮に自分自身の収入で確定申告書を作ったらどうなるんだろうか一度それは書いてみる入力してみるということによってもよりその税金の流れということを分かりやすくしていくわけですね ですからインプットというのは必ずしもテキストの勉強だけではなくてより広い範囲の中でより広いテーマについて把握していくということも大切になっていくと思います。次にに資料ののの4ペペーージ、ジ最後のページのところに進めていきましょう。 4ページのところには今後のですねこの FP ビジネスとしての考え方というところも載ってきているんですがこのページの中ではその下にある CFP の認定制度についてここを少し取り上げておきたいと思います。この CFP の認定制度というものはその前段階としてまずは今 CFP の科目別受験をしそして6科目の合格者になるというところから話を進めてきました。6科目の合格者になっただけでは まだ CFP の認定者ではないんですね CFP の認定者になるためにはというとここで日本 FP 協会はこの4つの要件これを決めているんですその4つの要件というのがここに書かれているんですが1つが教育この教育というのはもちろん試験対策のために勉強するということでもいいと思いますさらには今後2年ごとに更新をするということが必要なのが CFP 資格でした この2年ごとにやはり教育を受け続けるということも課しているわけですねそしてもちろん試験の合格これが必要ですさらには経験ということで実務経験が必要になってくるんですそして倫理コンプライアンスという言い方にもなるかもしれないんですけれども実務を行っていく上ではこの倫理規定などを守っていかなければいけないということからこの4つのこのキーワードこれがすべてまあアルファベットの E ということで始まっていくキーワードなんですね。 エデュケーションとエグザミネーションそれからエクスペリエンスとエスニクスですねその4つのいいものの要件これを満たして初めて認定者とということになるんですそうするとこの中で経験とそれから倫理これについてじゃあどのように準備をしておけばよいかということなんですがまず経験というところについてはこれは実務経験が必要になります。 この実務経験について認定制度というところの下に書いてあるんですけれども通算で3年間の実務経験があること、このように言っていますね。この実務経験というのは非常に広い範囲を捉えていますから FP のこの6つのステップこの6つの科目の中で勉強した内容と言ってもいいでしょうねそういうことに日常の業務の中で携わっているかどうかこれがこの実務経験にあたるんです。 もちろん FP としての実務を行っているという方もいるでしょうしあるいは保険や金融関係そして不動産関係で働いているという方もちろんそこが実務経験になると思います。ただ金融関係や不動産関係でなかったとしても例えば何らかのですねこの FP の教育の中で勉強してきたことそこに関わりがあればそれも実務経験であるということになるわけですね。そして、これを通算で3年間とありますが、 一定の期間の中で実務経験を何回か持っておくということが必要なんです3年間連続して行っておくと3年間毎日行っているということではないですからこの過去10年間 CFP の合格までの認定までの過去10年間の間に何らかの形でこの実務経験をしておくということこれを今から始めておいていただきたいんですね何が実務経験になるかということについてはやはり 日本 f p 協会のホームページの中に実務経験の内容というものが詳しく載っているので、そこもぜひ参照していただきたいと思います。そしてもう一つが倫理。これはここに e ラーニングで行われる研修があります。この研修は CFP の合格者になったものに対してはその研修を受けるということを決めていますから、この合格者に対しては研修受ける案内があれば当然そこに向かう。ただこれは e ラーニングで行われています。 ここで倫理やコンプライアンスですね。相談実務の基礎となる内容について、cfp 認定者に求められる内容を勉強することになっているんですね。で、この e ラーニングも終了することによって、さらには実務経験があることによって、初めて cfp の認定者であるということになっていきます。合格後ということになります。けれども、特にこの実務経験については合格してからではなくて。 今すぐにでもこの実務経験に満たしているかどうかあるいは何かを行うかということができるのでそののの意味でももこたた情報収集もしていっていいいいっだきたいと思いますまずはこれから試験に向かうというこ方に対して最終的にはこの合格後というお話になってしまったんですけれども最初に戻りますがまずはこの CFP の試験の合格を目指してどのような準備を始めていくか一人一人そのスタート台 いうところは違うと思いますそのスタート台が違えばやらなければならないことそして勉強のために使わなければかけなければいけない時間ということも変わってくると思いますそのあたりまずは準備をしてそして合格を1日でも早くできるようには今何をすれば良いかということで考えていってまずは進めていただきたいと思いますそして 講座の中では私たちもそのインプットアウトプットということで十分に試験対策の内容をお話しすることができると思いますからぜひ講座についても有効活用していただいてそして一日も早く CFP 認定者として実務などを行っていくその日が来られることを望んでいます。それでは2023年6月 CFP 試験向けガイダンスを終わります。